勉強ばっかり、週5でジムに通い出す、必ず書く、これだけ。人生ってのは変わらへんね。自己肯定感とか自信もつく、頭おかしい行動やねんけども。アメリカ留学生の長とか留学生ならではの視点で喋り倒すポッドキャストシリーズ、長と。はい、どうも、長とブログです。大学2年生です。最近同じ毎日の繰り返しな気がして、人生を無駄にしてる感覚に襲われます。このまま大して成長もできないつまらない大学生活を送るのが嫌です。どうすればいいですか？めちゃめちゃその気持ちわかる。特に俺の留学1年目がそんな感じで、俺がやってたコミカレ留学っていうのは、このコミカレ在学中の2年間の成績を利用して4年生大学に編入するっていうようなシステムやったんよ。だからコミカレ中は成績維持するのにめちゃめちゃ必死やって、ましてやプログラミングもパソコンも持ってなかったような俺がコンピュータサイエンス専攻してるわけやから、予習と復習で勉強ばっかり。確かに留学の本質である勉強はしてんねんけども、なんかマンネリ化してる感じが続いてたよ。 YouTube も始めたいと思いながら、最初の1年目全くできずに終わってて、でこのままやと普通の留学になってしまうなと思って、これが質問者が言ってるようなのと同じで、しょうもない大学生活、留学生活になってしまうかもっていう恐怖に襲われとって、今回そんな俺を変えてくれたジャーナリングっていう習慣について詳しく喋っていこうと思う。しかも俺がやってるジャーナリングっていうのは他の人がやってるものと少し変わってるから、どんなものかすでに知ってるっていう人でも聞いてみる価値あると思う。動画の最後では俺が作ったジャーナリングが習慣ができる最強のノーションテンプレートっていうのの受け取り方も伝えるから、最後まで動画見てほしいなと思います。具体的にこのジャーナリングを始めて俺の留学生活がどう変わったかっていうと、まず一つ目が、ずっとやりたいと思ってた、1年間ずっとやりたくてできなかった YouTube を始めることができた。もともと俺筋トレしてる人をバカにする方の人やってんけど、ジャーナリング始めてから週5でジムに通い出す、カレッジ内で数学チューターのバイトを始める、彼女ができる、これらを両立しながら成績オール A もキープ。言い過ぎと思うかもしれんけども、これら全て全部ジャーナリングのおかげやと思う。そんなジャーナリングどうやってやるねんっていうところやと思うねんけども、やり方はめちゃめちゃ簡単。今から言う3つのことを毎晩寝る前に必ず書く、これだけ。自分でおしゃれなノートに書いてもいいし、動画の最後で配布するノーションテンプレートを使ってもらっても OK。 でその書いてもらう3つって何なのかっていうと、過去の自分、今の自分、そして未来の自分、この3つのことについて書くだけ。一つ一つ解説していこうと思うわ。まず過去の自分っていうところやねんけど、ここのセクションは簡単に言うと日記の部分になる。今日の1日を振り返って出てきた反省点、逆にうまくいったこと、学んだこととか、とにかくその1日を振り返る。人生って1日1日の積み重ねでできてるやんか。だからこの1日1日のクオリティを上げていくっていうことでしか人生ってのは変わらへんね。それやのに昔の俺は毎晩寝る前に、明日はいい1日になりますように、今日より1日になりますようにってお願いして寝るだけ。そんなお願いをするだけでは明日1日良くなるわけない。今日の自分の行動をしっかり分析して、始めようと思ってる筋トレがなぜできなかったのか、興味のある副業についてなぜ調べなかったのか、なんで YouTube 動画が撮影できなかったのか、そんなところをしっかり分析して初めて明日それを実現できる可能性を上げることができるわけ。そうやって自分の一日を分析して改善策を思いついて、それを次の日に試す、そういった繰り返しをしていかないと一日のクオリティとか質っていうところ上がるわけがない。テストを受けて結果が返ってきて、間違えた問題も見ずにまた同じテストを受けて同じ点数取り続けるみたいな、そんな感じの状態。それってどう考えても頭おかしい行動やねんけども、それを俺たちは一日一日の繰り返しという形でやってしまってるわけ。だからこのジャーナリングの過去の自分っていう部分では、その一日を振り返って過去の自分っていうのを見つめ直すっていうのに使ってほしい。これが後で配布するノーションテンプレートのジャーナリングを書くページになってんねんけども、これジャーナリングの部分、過去の自分、今の自分、未来の自分ってあると思うねんけど、で今喋った過去の自分について、今日の一日どうやったかっていうところを書いていく。ほんまに好きなように書いてくれたらいいねんけど、例えば俺の場合やったら、今日は、朝6時に起きれた。これだから、反省っていうところも言ったけども、やっぱ自分の良かった部分、うまくいった部分っていうところもやっぱり言ってあげるっていうのはすごい大切。ここでやっぱ自己肯定感とか自信もつくっていう部分もあるので、まあコールドシャワー入ったよとか、本当に自分の言葉で何でも OK なのよ。あとは筋トレに今日ちょっと行けなかったから、行けなかった、なんだろう、で理由は何なんかなとか、自分がこれができなかった理由を考えて、それを言語化するっていうのがすごい大切やから、まあ筋トレ行けなかった、なんだろうな、めちゃくちゃ暑かったんで、昼ちょジム行く、ジムまで歩いていくのがすごい億劫で行けなかったっていうところ、もうそんな感じで分析する。そうすることで、明日はじゃあ朝早くジムに行くようにしようとか、分析した結果改善ができる。あ、でも今日のただこれ YouTube 今日は撮れたけども、リール動画を撮るつもりが、台本が準備できてなかったから、リール動画はこれはだから自分の今日だけじゃなくて、本当に先週とか今週の自分に対しても言ってるよね。書き始めるべきやった。で、まあ、これで来週の自分は絶対に、リールも優先的に書くようにしようね、みたいな
感じで、次のセクションに書いてほしいのが今の自分。これは多くの成功者がおすすめするマインドフルネスっていうものに近いものになんねんけど、投資家として有名なネバールっていう人がポッドキャストで話してた瞑想のメリットについて聞いてほしい。 When we grow up, it's all this stuff happened to you in your life, and some of it you're processing, some of it you're absorbing, and some of it you should probably think a little bit more about and work through, but you don't have time, so it gets buried in you, and it's all these preferences and judgments and unresolved situations and issues, and it's like your email inbox, it's just piling up email after email after email that's not answered, going back 10, 20, 30, 40 years, and then when you sit down to meditate, those emails start coming back at you. Hey, what about this issue? What about that issue? Have you solved this? Did you think about that? You have regrets there, you have issues there, and you just have to sit there as those emails go through one by one, you work through each of them until you get to the magical inbox zero. And there comes a day when you sit down, you realize the only things you're thinking about are things that happened yesterday, because you've processed everything else, not necessarily even resolved it, but at least listened to yourself. And that's when meditation starts. It's a very powerful thing that everybody should experience. ここで言ってる瞑想のメリットっていうのが、今の自分をジャーナリングするっていうところにめちゃめちゃ近い。自分が今考えてることとか悩んでること、迷ってることっていうのをとにかく殴り書きする。それを毎日やることでだんだん頭の中がクリアに。これもナバウさんが言っててんけども、自分の考えてる問題とか悩みって書き出すとその半分以上が解決されるらしいね。例えばそれを書き出すことで、これ悩んでる意味なくないとか、これとこれ結局同じ悩みで、根本のこれさえ解決すればどっちも解決できるやんとか、そんな形で自分の中のなんとなくの悩みっていうのを言語化することで、それらが明確になって解決するための行動も分かりやすくなるっていうところ。次に書くのが未来の自分。ここもめちゃめちゃ大切。俺のインスタによく来る質問の、どうすればモチベが上がりますかっていうものに対する答えの一つでもあんねんけど、未来のなりたい自分を想像するっていうのがめちゃめちゃ大切やん。この未来の自分のジャーナリングっていうセクションでは、理想の自分、理想の生き方、理想の働き方っていうのを書きまくる。これに関しては毎日ほぼ同じ内容になるかもしらんけども、それはそれで OK やん。実は毎日継続してゴールとか理想の生活っていうのを書き出したり想像したりすると、自分の脳が勝手にそれを達成するためのことを選択するようになんねんて。これはローオブアトラクション、引き寄せの法則っていうので、科学的にも証明されてるものやから、これ興味ある人はこの動画見てほしいなと思う。ここでの書き方っていうのはちょっとコツがあって、ゴールとか理想を書くときって、何々したい、何々になりたいっていう書き方をしてしまうと思うね。例えば、1億稼ぎたいとか、豪邸に住みたいとか、そんな感じで。でもそれやと、自分は憧れてるだけで、引き寄せの法則っていう部分では効果が薄れてしまうね。ここの引き寄せの法則、ローオブアトラクションの効果を最大化するための書き方として大事なのが、何々するって言い切っちゃう。例えばさっきのやと、1億円稼ぐ、豪邸に住む。こういう風に断言して書くっていうのがめちゃめちゃ大切。それを毎日自分で書いて自分にすり込むことで、それを達成できてない今の状態がダメだ、このままではいけないって脳みそが判断して、それを達成するための行動をできるようになる。また何々したいっていう書き方やと、周りの環境とか誰かがその目標を達成してくれたらなっていう思いとかも含まれてるやん。自分の行動とか考え方を変えることでしかそのゴール達成っていうのはできないから、この未来の自分っていうところでのジャーナリングでは、願望的な書き方をするんではなくて、自分で叶えるっていう思いを込めて常に書いていってほしいなと思う。以上が長戸流のジャーナリングの書き方でした。先俺が使ってたノーションテンプレを使いたい人は、俺のインスタグラムをフォローして DM でジャーナルって送ってくれたら、ノーションテンプレのリンクが送信されるので、そこから使っていてくれたらなと思うわ。チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。挑戦したいことがあるけど勇気が出ない。自分の成長のために何か始めたい。このままの人生ではダメな気がする。自分の意思で生きたい。そう思ってはいるけど行動に移すのって難しいですよね。周りからの目、意識高い系という言葉で他人の足を引っ張る風潮、同じ思いの人を見つけるのも難しいのが日本の現状です。ライフチェンジはそんな人のためのオンラインコミュニティです。人生を変えるために頑張る仲間とつながり、成長するための習慣を作り、結果が出るまで継続する。一度きりの人生をワクワクできる理想のものにするために、ライフチェンジと一緒に人生を変えよう。